先輩と出会ってごめんね。こういう妄想は、ええ、もう腐るほど何度したかわかりませんが、今日のこれは現実です。これがいつもの妄想なら、こう一緒に迎えた朝の光の中で微笑んでたりするわけですが。おはよう、森永。今日はそんな人はどこにもいません。なんだっけ、あれ、メガネどこいたっけ。ああ、ここに。サンキュー。森永。ごめんなさい。昨日は世話になったの。あれ、薬まだ残ってます。おかげさまで薬のせいじゃないようだぞ。え、変だな。俺かなり丁寧にほぐしたんだけど。てめえ抜け抜けと。全然反省してねえな。え、ああ、そんな、こんなに反省してるのに。それじゃあ森永、一つ頼み事を聞いてもらおう。え、台所から包丁を持ってこい。そんな願い事を聞くわけには。そうか、じゃあこれをこうして。よし、こっち来い。あ、命だけは勘弁してください。ほんますみません。どうもよ。さて、次は外さんぞ。ちょ、待ってくださいよ。俺ばっかり一方的に悪いんですか。先輩だって無神経でしたよ。何？俺の気持ちは知ってるくせに、いつも俺の前で油断しすぎてた。挙句、昨日みたいな姿見せられて、耐えられるはずない。信用してた。違う、先輩のは信用じゃない。先輩は俺を見くびってただけだ。森永、なんだと。出てけ。俺の部屋ですけど。うるさい、しばらく顔を見せるな。わかりました。俺が帰るまでにいなくなっててくださいね。ああ、もう何もかもめちゃくちゃだ。くそ、あの野郎、とくむちゃくちゃしやがって。絶対許さねえ。奥の方がズキズキする。くそ、くそ、本当にあのバカは。ちくしょう。先輩、無事に家まで帰れたかな。我ながら自制が効かなかったし、二人してそのまま寝ちゃって、俺後始末もしないで。ただいま電波が届かないのでかかりません。携帯は出てくれないか。
こんにちは、久しぶり。かなこちゃん、久しぶり。先輩帰ってる？帰ってるけど、具合が悪いからってずっと寝てるんだよ。タクシー乗ってきたの、びっくり。そう、話せそうなら代わってほしいんだけど。うん、大丈夫だと思うよ。ちょっと待っててね。兄さん、森永さんから電話。切れ。え？どうしたの？いいから切れ。聞こえた？うん。森永さんが、かなこちゃんに何もかも伝言することになるけどいいですかって言ってるよ。かせえ！何の用だよ。あ、体、大丈夫かなと思って。加害者のくせに殊勝なことだな。別に心配してくれなくていい。そんな要件なら切るぞ。あ、ちょっと大学のことですよ。だってあんた俺の顔見たくないんでしょ。とりあえず来られるようになるまでは俺が代わりに実験こなしときますけど。やらんでいい。だってエーバイチの頃に死滅してもいいんですか？いいからやらせてくださいよ。先輩が来る頃には研究室には顔出さないようにしますから。そのために聞いてるんです。週明けには行くと思う。週明けですね。わかりました。じゃあ、あ、先輩待って、もう一つだけ。先輩、俺はね、あなたが考えてるよりずっと、多分かなりずっとあなたのことが好きなんです。本気で、あんたのためなら何でもできると思ってる。傷つけるつもりはなかった。それだけ分かってほしくて。なぜ俺はあの時耐えられなかったんだろう。でも仕方ない。だって今もこうして電話で声を聞いただけで抱きしめたくなる。好きで好きで好きでたまらないんだから。やっぱりこうするしか、こうなるしかなかったんだ。ま、そりゃ来てねえよな。顔見せんなっつったの俺だし。来てても殴るし。あれ、こっちの培地はあいつの子。どうすんだ、ほっとくつもりか。知るか、自業自得だ。見ろ、言わんこっちゃない。バイチが濁っちまってるだろう。あの野郎、俺と顔合わさなくても続けられる方法があるだろう。あっとのきた。こうなったらこうしてこうしてこれをこうして、よし、できた。これを一滴盛るだけで奴は生死の境をさまようことになるだろう。本人がいないことには漏れないじゃないか。